させていただく日向という演舞は、突如現れたあやかしにより穏やかな日常を奪われた子どもたちにリスが手を差し伸べる物語です。どんなに暗い夜だとしても明けない夜はない。リスのお告げを信じて歩み出した先に光があることを京子町一同全力で表現いたします。大切なのは笑顔と信じ続けること。小町の弾ける笑顔で皆さんを明るい未来へとつなぎます。心の中で一緒に手をつなぎましょう。そしていつか柔らかな日が差し込みますように。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。あなたの優しさに嫌味を込めて希望を届けるみのり歌。あ
ありがとうございました。ありがとうございました。第18回京都桜よさこい桜よさコンテスト特別賞の1チーム目、はい、演舞いただきましたのは京演袖振れ京子町の皆様でした。もう一度大きな拍手で今一度大きな拍手をお願いします。平野神社のね、いやー、平野神社のリスが